これより討論に入ります。平成24年度補正予算3案及びこれに対する撤回の上編成替えを求めるの動議2件を一括して討論に付します。討論の申し出がありますので順次これを許します。小此木八郎君。以上。小此木君、おはようございます。私は自由民主党の小此木八郎です。私は自由民主党代表し、ただいま議題となっております平成24年度一般会計補正予算、平成24年度特別会計補正予算、平成24年度政府関係機関補正予算、以上3案に対しまして賛成の討論を行います。我が国経済は今大きな試練に立たされております。円高デフレ不況が長引くことで名目 GDP は3年前の水準とほぼ同じ程度にとどまり、製造業の競争力は低下、貿易赤字も拡大しております。昨年第2次安倍政権が樹立されるや円高傾向は急速に緩和され、株価も急速に回復しております。しかしまだまだ国内の成長機会や若年雇用の縮小、復興の遅延など閉塞感を払拭できない状況も継続しております。こうした中、安倍総理は所信表明演説において、我が国にとって最大かつ喫緊の課題は経済の再生であるとの認識を示し、政権の最大の課題として頑張る人が報われる社会の再構築を掲げました。大胆な金融政策、機動的な財政政策、そして民間投資を喚起する成長戦略という三本の矢で経済の再生を推し進めることを宣言されました。そして政権発足後、ロケットスタートを切り、年末年始を返上の上で1月11日には緊急経済対策を決定、1月15日には補正予算を概算決定するというスピード感で日本経済再生のために全勢力を注ぎ込んでこられました。本補正予算は緊急経済対策を実施する裏付けとなるものとして、復興防災対策、成長による富の創出、暮らしの安心、地域活性化という3つの分野を重点分野として十分な予算措置を講ずるものであります。本補正予算を一刻も早く成立させて国民の皆様のもとに届ける必要があります。日本経済の再生に向けてもはや一刻の猶予も残されておりません。その認識はここにおられる委員各位共通のものと信じております。今こそ日本の活力を取り戻すために党派を超えて一丸となって前へ進むことが必要であります。本補正予算を一日も早く成立させ、国民の皆様に具体的施策を一刻も早くお届けすることを期待し、賛成の討論といたします。なお民主党及びみんなの党の提出の編成替え動議については見解をこととするため反対することを申し述べ、私の討論を終わります。ありがとうございました。次に玉木雄一郎君。委員長。玉木君。私は民主党無所属クラブを代表し、政府提出の平成24年度補正予算3案については反対、民主党提案の組み替え動議については賛成、みんなの党提案の組み替え動議については反対の立場から討論を行います。はじめにこの間の予算委員会における審議に際し、連日の審議を実りあるものとするべくご尽力いただいた委員長、また与野党各党の理事の皆様に感謝を申し上げたいと思います。しかしながら、やはり本日の採決は時期尚早だと感じております。戦後2番目の規模と言われる補正予算、かつ財務大臣自らが審議において時間がないから本予算より査定が緩む傾向があるとおっしゃった補正予算であればこそ、その内容をしっかりと審議検討することが納税者である国民の負託を受けた国会の務めだと考えます。我々はこれまでの審議の中でさまざまな問題を指摘をし、補正予算を真に実行あるものとするために何が必要なのか、まさにこれから検討すべきだと考えていました。我々が要求した参考人招致や資料についてもいまだ十分な回答をいただいていないものが多くあります。このような状況にもかかわらず審議が締めくくられ採決に至ったことは誠に遺憾であります。さて、この度の補正予算には緊急経済対策として総額10兆円を超える予算が計上されており、その財源には5兆円を超える建設国債、つまり借金が充てられています。経済対策の中心は公共事業やいわゆる箱物など約5兆円の公共投資で、その多くは繰り越しを前提とし、今年度中の執行が困難なものです。
政府は公共事業拡大の理由として笹子トンネル事故を受けたインフラの補修老朽化対策を挙げていますが、公共事業予算に占める補修老朽化対策はわずか4分の1であることも明らかになりました。また東日本大震災の復興事業で建設業の人材不足が深刻であるにもかかわらず、事業を無理に上積みすることで予算の早期執行が困難となるだけでなく、被災地の復興の足を引っ張る可能さえあるということも指摘をされました。さらに安倍内閣は補正予算の総額を積み上げることには熱心な一方、無駄遣いのチェック、特別会計の改革、独立行政法人改革、また天下り規制など行政改革にどのような方針で取り組もうとしているのか、その中身は明らかになりませんでした。その上、政府は補正予算で多額の建設国債を増発しておきながら、来年度の予算については財政規律を守ったかのように喧伝していることは、財政の実態を国民に見えにくくするものであり、大きな問題です。財政健全化は詭弁を弄して実現できるものではありません。我々民主党は経済対策の必要性そのものについては否定をしません。しかし根拠と事業内容が不明瞭で、査定が緩く、財政規律を歪めるような予算を認めるわけにはいきません。そこで政府提出の補正予算のうち、新規の公共事業に関する予算の一部を削除し、それに相当する地域の元気臨時交付金を減額するとともに、建設国債の発行額をおおむね 1.9 兆円減額する内容を旨とする組み替え動議を提出したものであります。なお、みんなの党提出の組み替え動議につきましては、考えを同じくする部分も多いものの、歳入に関する考え方などが我が党と異なることから反対をいたします。政府におかれましては、今一度予算編成のあり方について再考いただくことを要求して反対討論といたします。次に中田博史君。委員長。中田君。日本維新の会の中田博史です。私はただいま議題となりました平成24年度補正予算案3案に対する賛成の討論を行います。ただし現下の経済情勢に照らし、補正予算そのものの必要性は認めるものの、その内容財源等については疑問なしとはしません。以下それらの理由について述べます。今般の補正予算のうち、政府の緊急経済対策に関する財政支出は10兆2815億円にも達します。本日衆議院で可決したとしても、参議院での審議日程を考慮すれば、この補正予算の成立は早くて2月下旬になり、年度末までわずか1ヶ月余りの時間しか残されていません。当然その期間に10兆円を超える財政支出を実際に執行することは物理的に不可能であり、その大半が来年度に繰り越されることを見越して編成がなされたということになります。これは地方公共団体にとって大変大きな負担となります。例えば地域の元気臨時交付金、防災安全社会資本整備交付金、農産漁村地域整備交付金など、いずれも地方公共団体での予算の執行に至るまで相当の手続きや時間がかかるものばかりであり、それらは当然に年度を超えた執行になってしまいます。我々日本維新の会は、年度をまたぐ地方公共団体の予算執行の手続きについて、本委員会の質疑の中で2度にわたり政府の配慮を求めました。麻生財務大臣による答弁の中では、従来各省庁の地方出先機関で繰り越しにかかる事務手続きの簡素化が十分でなかったことを認めた上で、今回の補正予算の執行にあたっては簡易な書類への統一や地方自治体に図面等の提出を求めないことなど、事務手続き簡素化の趣旨を各省庁に対して要請する旨の改善の約束を得ることができました。また総務大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、経済産業大臣からも同様にその徹底について約束がなされました。この点については、すべての地方自治体にとって朗報だと評価をいたしたいと思います。一方で、今回の補正予算がいわゆる公共事業、より明確に言うならば公共工事に偏重したものになっていること、経済活性化に向けた地方公共団体による交付金等に対する裁量が少ないこと、
70歳から74歳までの高齢者の医療における窓口負担軽減措置の継続の見直し、TPP への交渉参加などについては既得権を有する団体等への配慮や参議院選挙への影響を心配してからか問題点を積み残したままとなっています。一連の予算委員会での我が党からの提言や質問に対し、残念ながら安倍総理や各大臣から明確な方向性が示されることはありませんでした。また戦後2番目に大きな今回の補正予算について安倍総理は何度も何度もやるものではないと答弁しましたが、我が国の財政をさらに悪化させた点は深刻であることも強く申し上げておきたいと思います。最後に、一昨日みんなの党の補正予算への修正案をいただき、我が党として賛同できる内容もありましたが、残念ながら合意には至りませんでした。また民主党からも同様に修正案をいただきましたが、検討の結果賛同には至りませんでした。したがって我が党としては両党の修正案には反対、政府案に賛成とした次第です。以上、本補正予算案の問題点を指摘するとともに、来年度予算の審議においてはより精緻な議論、建設的な議論を戦わせることをお約束して、日本維新の会を代表して私の賛成討論といたします。次に浮島智子君。私は公明党を代表し、ただいま議題となりました平成24年度補正予算案に賛成の立場から討論を行います。以下賛成する主な理由を申し述べます。第一には、東日本大震災からの復興を加速させる予算である点であります。安倍内閣では復興の司令塔である復興庁の体制を抜本的に強化し、5年間で19兆円の復興予算枠を拡大しました。まさに被災者に寄り添う対応です。補正予算では津波被災地地域の住民の定着促進策や社会インフラの整備、被災地における雇用対策、除染対策などが盛り込まれています。政府には当初予算と合わせ、被災地のため復興のために適切な執行を強く要請いたします。第二には、国民の命を守る防災・減災対策が盛り込まれている点であります。公明党は緊急性を要する社会インフラの老朽化対策を進めるとともに、今後想定される大規模災害にいち早く備えるべきであると強く主張してまいりました。笹子トンネルの天井板落下事故を教訓に、本補正予算でトンネルや橋、道路などの総点検と修繕・補修が前倒しで実施されることは緊急課題に対応するものであり、高く評価をいたします。一部にあります公共事業イコール無駄遣いとの批判は全く当たりません。また補正予算では地方財政にも十分に配慮し、事業推進による地方自治体の財政負担を軽減する防災安全交付金も盛り込まれました。その他、病院や福祉施設の耐震化、通学路の安全対策の予算、さらには我々公明党が推進してきた学校耐震化も、公立小中学校の耐震化率を 90% から 93% まで押し上げる予算を確保しており、早期の執行が欠かせないものと考えております。第3には、成長戦略及び中小企業対策として、省エネ・再エネの促進策、再生医療などの研究開発、さらには中小企業・小規模事業者らの資金繰りや支援、経営支援、事業再生支援などが盛り込まれている点であります。これらの施策を速やかに実施し、円高・デフレからの脱却と力強い経済の再生を図ることが重要であると考えます。第4には、国民の暮らしを守るため、若者の自立支援や新卒者への就職支援策、地域雇用の創出策などの雇用対策や子育て支援策などが拡充・強化されている点でございます。特に保育士の処遇改善を含む人材確保策が講じられるなど、未来の宝を育てる支援策が前進したことは高く評価をいたします。以上、主な賛成理由を申し上げました。補正予算と平成25年度当初予算が連動し、切れ目のない経済対策を講じることが何よりも重要であり、速やかに成立することを期待し、私の賛成討論を終わります。なお、民主党・無所属クラブ・みんなの党提出の撤回の上編成替え動議については、見解を異にするため反対をいたします。次に、笠井明君。笠井君。
私は日本共産党を代表して2012年度補正予算3案に反対、民主党並びにみんなの党提出の組会動議に反対の討論を行います。本補正予算は自民公明両党が政権に復帰して初めて編成した13兆円にも及ぶ巨額のものであります。今国民が求めているのはいかに所得を増やすか、安定した雇用で人間らしい暮らしを保障するか、デフレ不況から脱却し庶民増税なしに財政再建への一歩を踏み出すかどうかであります。ところが本補正予算はそのようなものになっていません。以下4点について指摘します。第一に、緊急経済対策を実行するためという内容は、旧来の大企業支援策と国債増発による公共事業の復活そのものです。もちろん公共事業の中には老朽化対策など当然のものもありますが、全体として景気回復につながらず、国民に巨額の負担を押し付けることになりかねません。大企業の身勝手なリストラ、賃下げをやめさせ、内部留保の一部を賃金と雇用、中小企業に還元し、国民の所得を増やして経済の好循環の突破口を開くことこそ必要です。第二に、復興対策では津波により被災した持ち家住宅のうち集団移転事業の対象にならないものについて、被災団体から住宅再建を支援できる施策を盛り込んだことは切実な要求を反映したものといえます。しかし今被災者が通説に求めている住宅再建支援金の500万円以上への増額、半壊以上への対象拡大、中小企業グループ補助金の大幅な拡充、国の全額負担による医療・介護の減免措置の再開などは盛り込まれていません。第三は、基礎年金国庫負担の財源 2.5 兆円をつなぎ国債で確保するとし、その償還財源は消費税増税で賄うとしていることです。物価を上昇させる政策を進めながら消費税増税を実施すれば、国内需要と消費を一層冷え込ませ、被災地の復興の妨げにもなることは明らかです。消費税増税実施の中止を改めて強く要求するものであります。第四に、軍事費は補正予算では過去最大の2124億円を計上し、PAC-3 ミサイルの取得など自衛隊の体制強化を盛り込む異例の予算です。周辺諸国との軍事的緊張を高め、東アジアの平和的環境づくりに逆行するものと言わねばなりません。以上、討論を終わります。次に、村上文義君。委員長、村上君。私は生活の党を代表して、ただいま議題となりました政府提出の24年度補正予算3案に反対の立場から討論を行います。生活の党といたしましても、景気対策の必要性については認める立場でありますが、以下の理由によりこの度の補正予算に反対をいたします。まず第一に、補正予算案ではアベノミクス10兆円という規模が先行した財政政策のもと、その大半を占めることとなったのが公共事業であります。しかしこの約5兆円の公共事業の中身は十分に精査もされず、緊急性や必要性に疑問符がつく事業が盛りだくさんであります。本来であれば25年度の本予算で措置すべき予算をはじめ、前政権で削減された事業を復活させ、公共事業の大盤振る舞いであります。すでに年度末を控えて事務手続きや事業の消化も難しいこの時期に大規模な公共事業を打ち出すこと自体全く理解できません。また財源についても、野党時代には民主党政権に財源はとことあるごとに噛みついていたにもかかわらず、あっさりと建設国債の大量発行に踏み切ってしまう傲慢ぶりが発揮しております。財政規律もあったものではありません。次に、基礎年金国庫負担の2分の1の実現と称し、2兆5842億円の年金特例公債の発行が含まれております。
この特例公債の償還財源は消費税増税分で、消費税増税分であり、まだ実施の判断もされていない増税を財源とすることは許されるものではありません。このような消費税増税を前提とした予算には断固反対いたします。さらには消費税増税が組み込まれている景気対策をいくら行っても景気の好転は望めず、税収増が実現できないことは明白です。以上の諸点を指摘して、政府の24年度補正予算案への反対討論といたします。なお民主党みんなの党提出の動議につきましては、認識を共有する点もあるものの、見解を異にする点もあり、総合的に勘案した結果、反対といたします。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。まず、長妻昭君ほか1名提出の平成24年度補正予算3案につき、撤回の上編成替えを求めるの動議について採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立少数。よって長妻昭君ほか1名提出の動議は否決されました。次に柿沢水戸君ほか1名提出の平成24年度補正予算3案につき、撤回の上編成替えを求めるの動議について採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立少数。よって柿沢水戸君ほか1名提出の動議は否決されました。次に、平成24年度一般会計補正予算第1号、平成24年度特別会計補正予算特第1号、平成24年度政府関係機関補正予算期第1号、以上3案を一括して採決いたします。3案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって平成24年度補正予算3案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました平成24年度補正予算3案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。